こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は100歳まで生きるための習慣100選について解説していきます。人生100年時代と言われるように元気な高齢者の人が増えています。2022年時点で日本では65歳以上の高齢者の数は人口の 29.1% で世界1位です。2位のイタリアの 24.1% を大きく引き離しています。また100歳以上の人は9万526人に達しています。今後この数はますます増えていくと予想されています。とはいえ現在の平均寿命を見ると男性は 81.47 歳、女性は 87.57 歳です。そのため自分の一生をそのくらいのライフスパンで考える人が多いです。平均寿命はその年に生まれた赤ちゃんが平均で何歳まで生きられるかを計算したものです。そこで平均寿命ではなくある年齢の人があと何年生きるかを示す平均余命で見ると違った見方ができます。例えば2021年に65歳の人の平均余命は男性で 19.85 年、女性で 24.73 年です。これは65歳男性の2人に1人は85歳、65歳の女性の2人に1人は90歳くらいまで生きることを示しています。そう考えてみると人生100年時代がぐっと身近に感じられるはずです。あなたが今60歳ならば人生はまだ40年も続きます。もともと還暦は長生きのお祝いでしたが、今や人生の折り返し地点といえます。この本ではこれから先の長い長い人生を生き抜くヒントが100個も紹介されています。この動画では僕が厳選した11個を解説していきます。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、満腹まで食べない。江戸時代の学者である貝原益軒さんは平均寿命が50歳に満たない時代に84歳まで生きました。彼が晩年に記した養生訓にはこう書いてあります。飲食は人生で一番必要なものであるが、体欲に任せず節度を設けて体を養うことが大切。食べる量も腹8分目に抑える飲食こそ基本で、物足りないくらいがちょうどいい。食べ過ぎて腹の中を洗浄としてはならないと書いてあります。満腹まで食べないと自然とカロリーの摂取が制限されて長寿遺伝子が活性化します。この遺伝子は血管の老化を防ぐなど細胞の老化抑制に非常に重要な働きをしています。カロリーを通常の 70% に抑えた赤毛ザルは通常の赤毛ザルに比べて寿命が延びました。そして見た目も若返り、脳の活性化にも効果が認められた研究結果が報告されています。血管の健康が保たれて全身の健康状態に好影響を与えたと考えられています。また満腹まで食べないと糖質や脂質の過剰な摂取を抑えることができます。過剰な糖質の摂取は血糖値を上げてしまいます。なぜ血糖値が高いとまずいのか簡単に説明すると、血液中の過剰な糖質は血管にじわじわとダメージを与えてしまうからです。糖質による血管へのダメージが糖尿病のみならず様々な生活習慣病を引き起こす原因になります。さらに脂質を過剰に摂取すると悪玉コレステロールや中性脂肪が血液中に蓄積していきます。悪玉コレステロールは血管にゴミを貯めて動脈硬化のリスクを高めます。中性脂肪はやがて内臓脂肪に変わっていきます。どちらもメタボリックドミノの起点となるため注意が必要です。このように毎食満腹まで食べてカロリーオーバーが続くと糖質オーバーや脂質オーバーを引き起こし体に過剰な負担をかけてしまいます。2個目、無理せずに食事量を減らす工夫。気をつけていてもつい食べ過ぎることもあります。そこでぜひやってほしい2つの工夫を紹介します。1つ目、一口30回噛む。僕たちが満腹だと感じるのは
胃腸から脳に満腹だというサインが送られるためです。それは食べ始めてから20分以上後になります。早食いをすると満腹のサインが出る前にどんどん食べることができるため食べ過ぎてしまいます。しかし一口で噛む回数を30回と決めれば自然と食べるスピードがゆっくりになるため食べ過ぎを防ぐことができます。2つ目、食材を大きめに切ったり硬い食材を取り入れる。食材を大きめに切ったり固めに調理をしたり歯ごたえのある食材を取り入れると噛む回数が増えます。また咀嚼が増えると唾液が出て消化がスムーズになったり脳が活性化して認知症の予防になります。これらを実践して無理せずに満腹まで食べない習慣を身につけていきましょう。体に良い食材を食べることも大切ですが、それより先にまずはここからスタートです。すぐに体は軽くなって快調になります。3個目、納豆を食べる。大豆食品の中でも特におすすめなのが納豆です。納豆にはビタミン K が豊富に含まれています。昨今の研究でビタミン K は骨折のリスクを下げることが分かっています。2008年に日本の12の地域で骨折発生率と4つの栄養素カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、ビタミン K の摂取量との関連を分析する研究がありました。それによると最も関連が深かった栄養はビタミン K であることが分かりました。そして興味深いことに東日本の方が西日本に比べて骨折の発生率が低いことが判明しました。納豆の摂取量は東日本の方が多いことを考慮すると納豆を食べる人の方が骨折しにくいと考えられます。ビタミン K は骨を守る以外にも動脈硬化を予防したり糖尿病のリスクを下げたり前立腺がんによる死亡リスクを下げたりと様々な健康効果があります。もちろん納豆にはイソフラボンの健康効果も期待できます。納豆は世界一ビタミン K を含んでいる食品です。1パック食べるだけで1日あたりの摂取目安量を取れます。ぜひ毎日食べるようにしてください。4個目、イワシやサバなどの青魚を摂る。病気になる前からイワシやサバなどの青魚を積極的に食べるようにすれば血液中の EPA の量が増えて動脈硬化を予防することができます。現代医学では体内の EPA 量を測定することができます。血液中の EPA と肉の脂に多く含まれる AA アラキドン酸の濃度の比率を出して EPA と AA のバランスを調べます。これは EPA-AA 比と呼ばれ EPA の数値を AA の数値で割っていられます。数字が大きいほど EPA の割合が大きいってことです。日本人の平均はおおむね 0.5 程度であるのに対し欧米人は 0.1 未満であると言われています。しかし食の欧米化によって日本人の EPA-AA 比が下がっていることが問題視されています。心当たりのある人は1日1食からでも青魚を摂る習慣をつけてください。 EPA は血管の老化を防ぐだけでなく紫外線による肌の老化の予防にも力を発揮します。皮膚の中のコラーゲン成分の老化が EPA によって抑えられることが分かっています。また青魚を食べれば同時に DHA ドコサヘキサン塩酸も摂取することができます。脳機能を高める成分です。東北大学が66歳以上の日本人約1万3000人を対象にした研究によると、魚の摂る量が多いほど認知症になるリスクが低いことが判明しています。青魚が苦手な人もいると思います。食事で補えない栄養はサプリメントでうまく摂るようにしてください。5個目、飲み物に気をつける。健康にいい飲み物としておすすめなのがルイボスティーです。ルイボスティーには毛細血管を強くするタイ2という物質を活性化する作用があります。ルイボスは南アフリカ共和国特産のハーブで南アフリカの先住民たちは不老長寿の薬としてルイボスティーを飲んでいます。抗酸化作用が強く冷え性や便秘の改善にも効果があります。また緑茶やウーロン茶もおすすめです。緑茶とウーロン茶にはポリフェノールの一種であるカテキンが豊富です。様々な研究データが健康効果を明かしています。日本人約7万7000人を対象にした飲み物と心臓病に関する調査では
緑茶とウーロン茶を飲む習慣のあった人は、そうでない人に比べて心臓病での死亡率が低かったデータもあります。中国の論文では、毎日1杯から2杯緑茶かウーロン茶を飲んでいた人は脳卒中になるリスクが最も低かったというデータもあります。日常的な水分補給にはルイボスティーか緑茶かウーロン茶を飲むのが最も健康的といえます。6個目、1日4000歩以上歩く。誰でも気軽に取り組める運動といえばウォーキングです。ウォーキングはざっと上げるだけでも次の健康効果があります。高血圧や糖尿病の予防、ウォーキングによって血中のブドウ糖が利用されて血糖値を下げます。骨粗鬆症の予防、骨に適度な刺激が加わり骨密度がアップします。うつ病の予防、特に朝のウォーキングは幸せホルモンと呼ばれているセロトニンの分泌を促してうつ病の予防になります。認知症の予防、脳が活性化して認知機能がアップします。脳の海馬が増えるという研究もあります。すでにこれらの効果は世界中の医学研究で証明されていて、毎日しっかりと歩くことは何よりも優先してほしい運動習慣です。健康日本21のデータによると、おおむね4000歩程度でうつ病が予防されます。5000歩程度で認知症の予防につながることが分かっています。7個目、熟睡する。睡眠は体の細胞を修復して疲労回復をしたり、脳が記憶を整理したり、自律神経のバランスを整えるための重要な時間です。しかし実は僕たちの体内時計は約25時間周期でできています。そのため毎日時計をリセットしないと、どんどん時計は狂って眠れなくなってしまいます。質のいい睡眠ができないと体内時計がさらに狂ってしまうため、心身のパフォーマンスは必ず低下します。体内時計をリセットする方法は簡単です。朝目覚めたら太陽の光を浴びてください。朝日を浴びてから14時間から15時間ほどすると、脳の消化体という部位からメラトニンというホルモンが分泌されます。このメラトニンが心身を眠る状態にして自然と眠りにつかせてくれます。つまり朝日を浴びずに体内時計がリセットされていない状態だと、いつもと同じ時間にメラトニンが分泌されずに寝つきが悪くなってしまいます。そして理想的な睡眠時間は7時間です。睡眠時間が6時間未満の人は高血圧や糖尿病になるリスクが上がったという研究が報告されています。別の研究では、もともと高血圧などの生活習慣病がある1600人の睡眠時間を調査したところ、睡眠時間が6時間未満だと癌や心筋梗塞による死亡リスクが上がったという結果もあります。日本人10万人の睡眠時間の統計を取った論文では、睡眠時間が7時間よりも短ければ短いほど寿命が縮まる、そんな結果も出ています。反対に8時間以上睡眠している人は7時間睡眠の人よりも寿命が短かったというデータもあります。これらを加味すると、一般的に理想的な睡眠時間は7時間という結論になります。ただしこれはあくまでも統計的なデータです。そのためぐっすりと眠れて朝はすっきりとしているかを目安にしてください。8個目、やや厚めの風呂に入る。入浴することメリットはいくつかあります。まず1日の疲れを癒す入浴には副交感神経を活性化させるのに最適です。ただしシャワーだけでさっと済ませずに、必ず湯船に浸かるようにしてください。お湯の温度は41度を超えない範囲で、あなたが心地よいと感じる温度にしましょう。42度以上のお風呂に入ると交感神経が刺激される恐れがあるからです。入浴をすると寝つきが良くなります。その理由は副交感神経の働きが高まること、深部体温が上がることにあります。眠りに入るとき手足がポカポカとするのは、体の中の深部体温が下がることで、その熱が体の末端から出されているからです。つまりよりスムーズに眠るためには、あらかじめ入浴によって深部体温を上げることが重要です。また週に5回以上入浴する人は、週に4回以下しか入浴しない人に比べて血管年齢が若いことが判明しています。動脈硬化の進行度や心臓にかかる負担度が低いことが分かっています。
また41度以上の熱めのお湯に入っている人の方がぬるめのお湯に入っている人よりも血管年齢が若く心臓も元気な結果が得られています。9個目、よく笑う。笑う角には福来たるということわざがあります。近年このことわざを裏付けるような笑いの健康効果が次々と医学的に実証されています。一つ目は、笑うことによって血液中のストレスホルモンが減って幸せホルモンのセロトニンの分泌が増えることです。二つ目は、免疫細胞の NK 細胞を活性化させることも明らかになっています。NK 細胞はウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃してくれる細胞です。3つ目に、血糖値や血圧を下げる効果も確認されています。笑いはインスリンの働きを助けたり交感神経が高まるのを抑制する作用があります。笑いは副作用のない万能薬です。あらゆる病気やあらゆる不調に対して笑いはプラスの作用をもたらしてくれます。笑いたい気分じゃない時こそ笑顔は絶やさないようにしてください。人間の脳と行動はつながっています。楽しい時は笑顔になりますが、反対に笑顔を作っていると次第に脳が楽しくなって楽しいことを考え始めます。毎朝鏡の前で笑顔を作るのを習慣にして一日をハッピーに過ごしましょう。10個目、堂々と若作りをする。自分は老けているという気持ちが強い人はそうでない人に比べて死亡率が 41% も高く、実年齢よりも平均5歳老けて見られる研究報告がありました。また実年齢よりも老けていると感じている人はその後2年から10年以内に何らかの病気にかかる確率が 10% から 25% 上がる報告もあります。若作りにネガティブなイメージがあるかもしれませんが、若々しいファッションには心と体を若返らせる効果があります。ハーバード大学の研究チームが若作りが老化に与える影響を調べたところ、髪型や髪の色を若々しく変えただけで気分が良好になるだけでなく体調にも好影響を与えることが分かりました。特に髪型を若いスタイルに変えた女性は全員の血圧が下がって体はリラックスすることが判明しました。この研究には続きがあります。髪型を変えた被験者の顔写真を撮影し、髪の部分だけ切り取る加工をした上で第三者に魅力度を採点してもらいました。その結果、多くの人が以前よりも見た目が若くなったと評価しました。つまり彼女らは髪型のせいで若く見えたわけではないってことです。髪型を変えたことで肌や表情まで若返って見えるようになりました。今はファッションの雑誌もたくさん出ているため、興味のある系統の服をいろいろ見てみるのも楽しいです。ファッションの流行は繰り返すため、今のシニア世代が若者だった頃に流行していた服装がまた流行ったりもします。自分には派手かもしれない。自分には似合わないと考えずに、思い切って若作りを楽しんでください。気の持ちようが20年若ければ体まで20年前に若返ると思って楽しみましょう。11個目、今生きていることに感謝をする。年を重ねるにつれてこんなはずじゃなかったと思うことが増えてくるのが人生です。しかし今置かれた場所で一生懸命生きることが自分と周囲の幸せにつながります。そのため自分の人生を肯定することが大切です。今あなたのいる環境がどう頑張っても幸せになれない場所なら、幸せになれる場所に移ってからそこを伸ばしていけばいいです。人生100年時代、これからどんな人生があなたを待ち受けているのかは誰にもわからないです。ただ心身ともに健康に暮らしていくには、今生きていることに感謝をして人生を肯定することが大切です。解説は以上です。今回は100歳まで生きるための習慣を紹介しました。しかし全てを実践する必要はないです。できそうなアクションプランから少しずつ日常生活に取り入れてください。たとえあなたが80歳を過ぎていても決して遅くはないです。反対にまだ50歳だったとしても早すぎることもないです。これからの人生で最も若いのは今です。長い100年時代を生き抜くためにぜひ実践してみてください。今回の解説が参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。